そういえば、思い出せ。温まってきたな。
当にしてんのか。ジロジロ見てんじゃねえ。ふかしてんじゃねえぞ。覚悟してよね。やるか。出番が来たな。行くぜ。どうしよっかな。さっさと来い。イエイイエイ。わっしゃい。私の分。無駄だ。みんな勝負はこれで活躍。思い出す。懐かしいな。校長だ。エキストラで映画に出てきたんだよ。ああ、もう。すかしてんじゃねえ。こんなことあったな。やってやる。さあ始めよう。やるか。逃がさない。止める。で、俺の番か。お
来ない。調子に乗るなよ。寝てるわ。私の番。俺の活躍。人生これ成長ってな。思い出せ。始めよう。私の番。なめんなよ。さっさと来い。脇が甘いな。なんだよ。やるか。終わらせる、うん、てめえ倒してやる。出番が来たな。かかってこいよ。相手してやる。かかってきなよ。どうした。必殺私の番。なめんなよ。もう許さないぞ。やる。頑張りますか。どうしよっかな。怖かったね。お仕事に入るよ。まだ強くなれるだな。よし、調子いいみたい。思い出せ。やってやる。覚悟してよね。私の番。こっちですよ。相手してる。知らないか。やる気か。やる気が甘いな。そこだ。私の番。頑張りますか。
調子に乗るなよ。ほれほれ寝てるわ。おお、さあ、おい、なんじゃ。さっさと来い。やる、やってやる。やるのかよ。よし、どうした。調子に乗るなよ。止める。どうしよっかな。出番が来たな。見さらせ。どれの番か。しゃー。とれ。私の番。よくお化けを買ってやるよ。そういえば、いい調子です。思い出す。エモいぜ。見下してんじゃねえぞ。
楽しませてもらうよ。
こんなことあったな。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとう。思い出せ。懐かしいな。
ここはね、キリュウさん、俺らの行きつけなんですよ。サバイバーっつってね。マスターはちょっとこわもてですけど、根はいい人なんで大丈夫。偉人町で歌聞かせたいならここしかないわよね。どうもマサ、新しい客連れてきたぜ。ん？こちらは鈴木太一さん。うん、え、もしかしてお知り合い？いえ、どなたかと人違いされているんでしょう。はじめまして、サバイバーへようこそ、鈴木さん。昔よく似た人がいたんだ。だがマスターの言う通り人違いだった。失礼しました。いえ、どうかお気になさらず。こちらこそよくある顔なもんですから。あの二人知り合いか？そうなのかな、うん、ただの人違いだったんだろ。私たちは歌いに来たんだ。さあ始めようじゃないか。ええ、どうぞ。本日は貸し切りにします。どうぞ心置きなく楽しんでください。ありがとう、マスター。ハワイにいた時はどうなるかと思ってたけどよ、キリュウさん、だいぶ元気になったように見えるぜ。これもソンヒとサッちゃんのおかげだ。水臭いんだってナンちゃんは。もっと気楽に頼ってよ。私だってキリュウさんには恩義がある。やれるだけのことはさせてもらうつもりだ。だね、私も偉人町の人間としてはキリュウさんに恩返ししたいし、何よりもしかすると助かるかもしれないのに放っておくなんてできないって。二人がいてくれてよかったぜ。俺一人じゃさすがに荷が重かったからよ。なんなのよこの涙、バカみたい。キリュウさん、お上手でした。最高でしたよ。噂は本当だったな。堂島の竜はなかなか歌を聴かせる。ちゃんと聞いてなかったように見えたぜ。まさか、聞いてましたよ。まあ、別にそんなんでへそ曲げるわけじゃねえがよ。だから聞いてましたって。誰だ、次の曲だぞ。どういうわけだろうな。ん、次の曲も俺だ。いや、絶対わざとでしょ。レールから外れた、なら盛り上げていくか。入れるぞ愛の手、燃やすぞ魂。おっしゃー、おっしゃー。振り上
けた握り拳が俺たちのジャッジメント。ちょっと失礼するよ。うん、早く戻ってこいよ。いやー、キリュウさん、今日楽しいっすね。俺はおかげでいい気分ですよ。ほんと？あー、マスター、おかわり。私だ、どうした？重要な連絡だろうが、私はしばらくお楽しみだと言ったはずだ。分かってるよ。でも仕方ないだろう。ずっと憧れの桐生さんと一緒なんだから。よう、ソンヒ。なんだよ、また眉間にシワ寄っちゃってるぞ。そうか、そんなことはないだろう。仕事の話じゃねえのか。あれれ、桐生さんと遊ぶより大事な仕事なんてある？別に大した要件じゃなかった。ただちょっと気がかりな情報ではあった。なんだよ、気がかりな情報って。青龍会に妙な動きがある。組員を増やして勢力を急拡大させているんだよ。あれ、なんだよ、そんなことも知らない、知らなかったのか、あのコミジルが。あそこは頭の海老名ってのが極道の第二次大解散を企画しててよ。それで元登場会やらのヤクザに声かけてんだ。ああ、俺も春日からそんな風に聞いてる。行き場のない元極道たちに受け皿を作る。それが第二次大解散の目的だ。そのため一時的に青龍会の杯を受けさせて仕事を与えている。港の倉庫でゴミの保管ビジネスをしてるのもその一環だ。春日がハローワークでやってた事前事業の拡大版と言える。なんだよ、やっぱり知ってたんじゃねえか。だがな、どうも今青龍会が組に引き入れている連中にはまっとうに社会復帰できていた者もいるらしい。それも少ない数じゃない、100人単位だ。え、なんでそんなこと。ちゃんと社会復帰できたんなら青龍会に行く理由はないはずでしょ。海老名の言う社会復帰のための一時的な受け皿ってのは表向きの綺麗事で、本当の目的は別にある可能性が高い。確かなのか。それは無礼な質問だな。コミジルの情報網を束ねているのはこの私だ。まあまあ、でもよ、なんかの勘違いかもしれねえだろう。社会復帰できてたって、実は本人的にはやりたくもねえ仕事で嫌気がさしてたとか。確かに元ヤクザたちそれぞれの事情までは知りようもない。私が気がかりな情報だという理由はもう一つある。青龍会はね、ゴミビジネスの拠点を
横浜からハワイに移そうとしているんだよ。何？最近青龍会の杯を受けた連中はみんなハワイへ向かうことになる。ついこの間まであなたがいた場所だ。これは単なる偶然か、それとも何か意図的なものかな。何なんだよ、ハワイに何があるってんだ。青龍会の人が誰かハワイに縁があるとか。そういや、春日にハワイへ向かうように言ったのは確か。それなら沢城ですね。元荒川組の頭で荒川真澄の右腕だったやつです。そんで茜さんが生きてたことをずっと一人腹の中に隠してた。それが今は青龍会で海老名のすぐ隣に立っている。じゃあエンディングノートのリストに一つ追加した方が良さそうだ。沢城と話すって。のそういう使い方もあるんですね。青龍会の本部はすぐそこだったな。ああ、だが今は沢城やほとんどの幹部たちは偉人町にいない。増えた組員のためにここ1週間ほどで別の支部を立ち上げたんだ。もし桐生さんに行く気があるなら明日私が案内しよう。そうか、分かったよ。おい、ありがとうございます。
社会ってものを紹介するなよ。やるか。よし、かかってこいよ。こまえだ。かかってきなよ。来いよ。よし、どうする。脇が甘いな。ソーラーくれてやる。出番が来たな。あら、キリュウさん、もしかしてお酒飲もうとしてます？お体は平気なんですか？少し香りを楽しむ程度にやるだけだ。心配いらねえよ。もう、そういうことなら今私の隣の席空いてますけど。おう、ご相伴に預かるとするぜ。サエコはキャバクラのママをやってるんだったな。ええ、こう見えて一応オーナーです。前のオーナーが亡くなった後、いろいろあって経営を引き継いだんです。お店の接客は若い子たちが頑張ってくれてるけど、時々は私も接客してるんです。だとすると、俺もこの状況じゃ金を払うべきなのかもな。本当はそうですね。でも桐生さんには前にいろいろ助けてもらったし、私たち借りがありますから、桐生さんからお金なんてもらえませんよ。お、いけない。桐生さんじゃなくて鈴木さんって呼ばなきゃでしたっけ。仲間うちでは本名で呼んでくれ。この店に敵はいないし、そうしてくれると嬉しい。ですよね。私もその方がずっとやりやすいです。じゃあ他のメンバーはともかく、私は桐生さんって呼ばせてもらおっと。やっぱり桐生さんは一口お酒飲むだけでも貫禄ですね。大人って感じ。お互い様だろう。バーで一人飲みするお前もなかなかの貫禄だったぜ。そうですか。じゃあお店の経営に若さを吸い取られちゃったかも。確かに一国一城の主なら若さだけじゃ切り抜けられねえだろうしな。そうなんですよね。そのせいか、私に言い寄ってくる男の人も昔と比べて口説き文句が変わってきました。おお、どんな風に。彼らはことあるごとに付き合った先のことを、具体的には結婚を意識してるような感じをちらつかせてくるっていうか。なんだか表客だな。他の若い女の子にはそうでもないんだけど、私がつくお客さんの中にはちょくちょくいますね。
婚活中の人で、それってつまり私の年齢が適齢期で、少なくとも周りからはそういう目で見られてんだろうなって意識しちゃう。しかも言い寄ってくる人たちの中には結構お金持ってて条件いいなって男もいたりして。案外まんざらでもなさそうじゃねえか。どうですかね。正直私としてはあまり結婚願望はないし、今のままでも十分楽しくやってるから。でもその一方で私には双子の妹がいて、あの子には今付き合っている彼氏と結婚して早く落ち着けばいいのにとか思っちゃう。だって早く結婚しないと適齢期逃しちゃうから。そいつはおかしいだろう。双子の妹なら年齢も同じなんだからよ。そうなんです。自分のことは棚にあげてね。我ながら都合のいいこと言ってるなって分かっちゃいます。それが分かってるなら俺から言うことはねえな。そういえば、ん？一番は私のこと何か言ってました？ハワイで一緒にいた時。さてな、急にどうしたんだ？春日のことが気になるのか？そういうわけじゃないんですけど、私はしばらくあいつと話してなかったから、ちょっと頭にくることがあったし。しばらく話してないってどのくらいだ？いえ、別に元気でやってたんならそれでいいんです。まあ一番のことだから、どこにいたってしぶとく明るくやってんだろうなって想像してましたし。やだ、ちょっと桐生さん、何急に黙っちゃったりして。春日のやつと何かあったんだ。俺でよければ力になるぜ。いえ、そんな、別に何かあったってわけじゃ。そうか。だがもし俺にできることがありゃ何でも言ってくれ。いいな。やっぱり熱い人なんですね、桐生さん。そういうところどこか一番に似てるかも。ふん、どうしたもんかな。ここで俺があんまりお前と楽しく飲み続けると春日のやつがひがんじまうかもしれん。え、やだな、もう。だから私たちはそんなんじゃないですってば。そっか。じゃ、また機会があったら一緒に飲んでくれ。迷惑でなけりゃな。迷惑だなんてとんでもない。ただし桐生さんの体に触らない程度にですよ。よかった。ええ、そうですね。もちろん喜んで。
これだな。よし、取れたぜ。こっちこっち。よし、歌うか。上がらないと撃ち抜くぞ。ラブリーソーヒーソーヒー変わるのスボナッジャー Let's fly high like a butterfly。 僕に溺れ枝にはまり手足に絡む罪の糸絡みつくかい。羽のない蝶なんて意味ない。血を這うネズミと変わりない。心まで溶かされて This world は光さえない。 Can't stop 壊れゆく my mind。 花だらけの羽胸を張れよお前こそがバタフライ。もう一度死の果てまでオーバードライブ、yeah!スボナッジャー Let's fly high like a butterfly。 夢に見てるのさ Dreamer again。 So fly high like a butterfly。 地の果てまでオーバードライブ。命燃やし Endless time。 地の果てまでオーバードライブ。命燃やし Endless time。 Oh yeah。 Fly like a beautiful butterfly。 Fly like a beautiful butterfly。
とても気持ち。よし、歌うか。この曲を送るわ、春風。よし、歌っちゃいますか。ちゃんと盛り上がってよね。ウォー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 Whoa, 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 whoa. いつまで寝てるつもりだ。まだまだ寝るぞ。今日でも洗って出直してきなよ。じゃじゃ。てめえの夢曲げてまで。おい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 。クソ野郎にお茶とか組んでんじゃねえよ。まだまだ組むぞ。こしんでこしらえ。はいはい、ご都合ブラックボックスを、はいはい、こじ開けに行こうか。 Break my head! 終わりにくさま
ごめんなそばせ最高受け右で右を抜けるような邪気じゃないぜ終わりにくさまざま見さらせ最高この群れ感じから何かなかったおいおい鎖に引きちぎってやれ Whoa, 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 whoa,強く歌えたわ。よう、サイコ。一緒に飲んでもいいか？ええ、もちろんです。キリュウさんのために隣を開けておいたんですよ。病人があまり飲みすぎないよう見張ってなきゃいけないですし。そうか。なら話は早い。ちょっと聞きたいんですけど、キリュウさんは女性にアプローチするとき結構マメに気を使うタイプですか？そうだな。自分が照れくさくならねえ程度には気使ってたはずだ。花束を送ったりしたことはありました？そいつは俺の柄じゃないんだな。自分でやっ。た記憶はないが、洒落てるとは思うぜ。人の部屋をバラの花で埋めてやろうってくらい毎日送ってくる男っていたらすごくないですか？お金もかかるし。そうだな。俺も若いうちにやっておけばよかったよ。そうですか？まだいけますって。寂しいこと言わないでください。でもキリュウさんみたいなタイプの人に花もらうのはきっと嬉しいだろうな。なんか恥ずかしいのに懸命に耐えてる感じがして可愛いじゃないですか。ちっ、まあ言わせとくとするか。で、このバラの話は何につながるんだ？実際にそういう男がお前の前に現れたとか。よくわかりましたね。ええ、実はそうなんです。そいつはなかなか芝居がかった男だな。一体どういうやつなんだ？
最近偉人町で起業した経営コンサルの社長さん。まだ若くて、確か私の一個上です。最初にお店に来てくれた後、同伴のご指名をもらって少しデートしたんです。それからは毎日のように花を送ってくるんです。大量のバラをお店にも私の部屋にも。まあ悪い気はしないですよ。それを迷惑って言ったら私嫌なやつですよね。さあな、そいつは最近の話か。そうですね、ここ1ヶ月くらい。向こうはえらくお前にご執心だな。確かに金はかかってんな。しかも言葉の端々に結婚とか将来とか、ことあるごとに織り交ぜてきます。前に話してた店で結婚をちらつかせる客ってのは、その社長だったってわけか。はい、彼デートの段取りはいいし、女の扱いはすごく上手なんです。細かく気を使ってくれて、話題も幅広くて面白いから、女の子によってはイチコロかも。お前も社長のことまんざらでもねえと思ってるみてえだ。どうなのかな。でもそういえば、一番もハワイでよろしくやってたみたいですね。千歳ちゃんって若い子と。おう、まあそうだったかもな。彼女どんな子です？大量のバラをもらっても動じない女だ。少なくとも金になびいたりはしない。お金持ちなんですよね。聞いてます、富士宮家のご令嬢とかって。そういう子から見ると一番なんかは新鮮に見えるかもしれませんね。それはあるかもな。あとはもちろんいい子だった。一番はその千歳ちゃんに素っ裸に向かれて放り出されたんでしょ。いくらなんでも油断しすぎじゃないですか。確かにな。だいたいお母さんと会うためにハワイまで行ってんだから、しっかりしなさいよって思っちゃう。だがそうは言ってもあいつは色仕掛けじゃなく、単に酒の中に一服盛られただけだ。しかも最初は茜さんの家政婦だと聞かされてたし、ハワイに敵がいるとも思ってなかった。油断はしてたろうが、そう責めてやるな。ふーん、キリュウさんが一番の肩を持つんですね。相変わらずあいつは人たらしというか、なんというか、ほっとけなくはなるよな。ええ、それはよくわかりますね。あいつは誰に対しても明けっぴろげだ。何も特別な目で千歳を見ていたわけじゃねえってことなら、お前も安心か？え？別に私は一番が若い子と仲良くしたって微笑ましく感じるだけですよ。そうか。じゃあそういうことにしとくさ。なんか嫌ですよその含み笑い。もう頭きた。さあこうなったらどんどん飲んでもらいますよ。年上の余裕か知らないけど、落ち着き払っちゃってムカつく。今日は私が桐生さんのこと裸に向きましょうか。ああ、胃腸ら病人なんだ。一つお手柔らかに頼むぜ。
だからその薄笑いは何なんすか。もう最高。飲み始めたところか。ええ。けどちょっと困ったことがあって、あんまり気持ちよく酔えてない感じなんです。どうした、何を困ってるんだ。前に何回か話した恋バナですよ。経営コンサルの社長から猛アプローチが来てるやつ。あれか、相変わらず結婚をちらつかせてきてるのか。そうなんですよね。モテる女はのんびりしてる暇もねえってか。キャバクラの客として遊びに来てるっていうより、結構本気で私にグイグイ来るんです。他の若いキャストの子には目もくれずに。向こうはパッと見プレイボーイで、金もあって事業もうまくいってるみたいだし、そんな私だけにこだわらなくても良さそうなのに。何か向こうに別の魂胆があったりはしねえのか。一応私人並みに貯金はあるけど、相手の方がよっぽど景気はいいですしね。お金目当てじゃないとすれば、私の美貌と人間的魅力、知的な振る舞い以外に彼を引きつけた理由に心当たりはないかな。なるほどな。そんだけありゃ疑いはなさそうだ。要するに向こうがお前に惚れたってだけの話じゃねえか。とはいえ、本当に私は今結婚を考えてなくて、お店はまだまだ小さいけど、やっぱりオーナーとして経営するの楽しいし。で、向こうには結婚とか考えてないよって伝えてもいます。なのにそれでも私にアプローチしてくるのってどういうつもりなんでしょう。やっぱり何か相手に魂胆があると考えた方がいいんですかね。ちょっと気味が悪いかも。その男のことを詳しく教えてくれ。そうすりゃもう少し見えてくるかもしれん。私の方でも一通りは調べたんです。結果としては特に不審なとこはなかったかな。彼はそうですね、経営コンサルの創業者なんですけど、別の会社の社長の御曹司でもあるんです。そういう意味じゃ身元の保証は折り紙付き。裕福な割にあまり親に頼らないようにして、ちゃんと苦労も重ねてきたみたいだったかな。お前自身も案外その男のことを買ってるんだな。人生で苦労を重ねてきている人は話しててやっぱり分かりますからね。彼はその点ただのボンボンと違ってるし、真面目一辺倒でなく、遊びもそれなりに覚えてきた。そういう人頼もしいとは思いますよ。バラの花束はもうたくさんだけど。そういや、これは俺の勝手なイメージだが、春日もバラ攻撃はやりかねねえよな。
そうやって空回りしちゃって肝心なとこを抑えてなかったりするのが目に浮かびますね。少なくともあいつなら、もし魂胆や打算があっても丸見えで警戒はしなくて済む。悪いやつじゃねえよな。なんです？なんだか桐生さん、私に一番のことを売り込んでいる人みたい。もしかして何か聞きました？一番が私をデートに誘ってきたこととか。お前の口から話を聞かせてくれ。春日や難波から小耳には挟んでる。あんまりはっきりとは聞いてないってことか。ハワイにいる間は何かと忙しかったんだ。他に急いでやらなきゃならねえこともあった。今はこうして一息ついて飲むこともできている。はいですね。デートの時に何かあったみたいだな。あいつもね、私にプロポーズしてきたんです。それも初めてのデートの時に。初デートでプロポーズか。あいつらしい。だがうまくいかなかったわけか。最近しばらく話もしてねえってことは。ええ、一番からは結婚したらどうなる、こうなる、ああなりたいって、なんというかむき出しの打算を見せられて。あいつが不器用なのは分かってるからいいんだけど、私に言わせると聞きたかったのはそれじゃなかったんだよなって。いきなりプロポーズされたこと自体は良かったのか。まあお互いそれなりに付き合いは長いし、一番の方は自分の気持ちはずっと変わらないって思い詰めたんだろうし。全く脈がなかったわけでもないんだな。そうですね、素直に言えばちょっと胸がときめいたし、あの時は多分一番と同じくらい聞いてるこっちも緊張してたと思うんです。そうか、今話を聞いてる俺の方までなんだか緊張してくるぜ。本当ですね、全くです。って、あーもうやめやめ、せっかく桐生さんと飲んでるのにまた一番の話になっちゃったじゃないですか。そういやそうだ。桐生さんの方こそ浮いた話とかないんですか。これでもしばらく前から俺は病人なんでな。もちろん昔はそれなりにあった。興味ありますよ。時代は随分遡る。俺は養護施設に預けられてて、彼女もそこに後から入ってきた。一目見たその時から特別な何かがあって、まだガキだった俺は無邪気に舞い上がっていたと思う。だが。だが？この話をするには1日2日じゃ終わらねえ。そして俺はもうなんだか眠くなってきて。うわ、ちょっとそれ何ですか？ずるくありません？いつかコンディションが整った日にたっぷり時間をかけて話すさ。もう
それいつですか？そこまで言うならちゃんと予定入れますよ。無茶言うなよ。この年になるといつ体調が万全かなんて分かりゃしねえんだ。もう言い訳が姑息。なんとでも言え。よう、ナンバー、隣いいか？もちろん、一人で寂しくやってるとこです。ああ、ただ、キリュウさんもやっぱり飲まれます？気を使わせちまって、すまねえな。これでも、元看護師ですから。それにキリュウさんのことは、一番からくれぐれも頼むって言われてますんでね。わかった、酒は控えとくよ。今日はウーロン茶にしておこう。なら俺もお付き合いします。マサ、そういやお前たちはみんな仕事をなくしちまったんだってな。そうなんです。俺も一番も足立さんもみんないっぺんに。俺は以前訳あってホームレスやってましてね。そこからこの年になっての再就職だったんで、結構苦労して見つけた働き口だったんですけど、急にパーになっちまいました。どんな仕事だったんだ？医療器具メーカーの倉庫で検品作業です。やっぱり医療関係なんだな。どうかな、関係あるようなないような。まあその仕事に就くまではいろいろやりましたけど、どこも日雇いとか短期のやつばっかで。でも検品の仕事は2年契約更新してもらって、職場のやつらともうまくいってたんです。ほら俺も年だけは行ってるんで、結構若い連中に慕われたりして。お前には人に慕われる頼もしさがあるよ。若い連中にもそれが伝わったんだろうな。看護師としての経験、人としての経験。
それが積み重なって醸し出されてるんだろう。褒めすぎですって桐生さん。なんだよもう、大立てたって何も出ませんよ。それにしても年食ってから新しい仕事に就くってのは随分苦労したろう。せっかく頑張っていたのに残念だったな。そこですよ。あ、聞いてくれます桐生さん、俺を慕ってくれた中には若い子もいたんです。なんだ、急に元気になったな。あ、いやだってやっぱり嬉しいじゃないですか。その子おおらかな子だったんでちょっとドジも多かったんですけど、そのドジっ子がね、常々俺に言ってくれてたんですよ。ナンバさんはずっとここ辞めないでくださいねって。ふん、居心地のいい職場だったみたいだな。あ、別に下心とかじゃないですよ。分かってる、お前はそんなやつじゃねえよ。たくも。あ、でですね、地味な仕事でしたけど、俺はまあ人一倍楽しくやってました。新しい環境で新しい仲間ができて、やっと社会ってやつに居場所ができた気がしました。元ホームレスとしちゃかなり恵まれた再出発だったと思います。なのにある日急に契約終了を突きつけられて、もう来なくていいって。理由は何だったんだ。いや、そんな説明ありませんよ。契約は更新しないと言われたらそれまでです。ひでえ話だな。ええ、でその後家に帰ってみたら、一番のことがネットで炎上してると分かりました。それまで俺は浜の英雄とダチだってことを職場で吹いてましたからね。会社としちゃ自分らに飛び火しねえうちに俺を切りたかったんでしょう。春日の騒ぎに巻き込まれたってわけか。もちろんあいつのせいだなんて思いません。一番も足立さんもはめられたんです。だから俺はほんの少しだってあいつらを恨みに思ったことはないですよ。ここにいるのは俺とお前だけだ。少しは愚痴をこぼしたっていいんだぜ。ありがとうございます。でも本当にそうなんです。っていうか結構踏み込んでくるんですね桐生さん。せっかくサシで飲んでんだ、変に取り繕っちゃもったいねえ。確かに、まあ飲んでるのはウーロン茶ですけどね。お前も自分の生活を立て直そうって時なのにすまないな、俺に付き合わせちまって。そんなことないですよ。いや確かに一番に頼まれてハワイから送ってきたけど、今こうしているのは俺が好きでやってることです。だからマジでそんな気にしないでくださいね。でないと俺も帰ってやりづらい。分かったよ、ありがとな。じゃあこれからも一つよろしくってことで乾杯しますか。そうだな。どうも桐生さん。今日も付き合ってもらえるか。ええ、もちろん。ただ酒は控えろだろ。分かってるよ、この店はウーロン茶も悪くない。何か考え事してたのか。ええ、まあとはいえしょうもねえことで。
どうしょうもねえのか俺は興味あるぜ。そうですか。じゃあ聞いてもらっていいですかね。もちろんだ、仲間だからね。まいったな。キリュウさんにそう言ってもらえて光栄ですよ。じゃあ、まあお言葉に甘えさせていただきます。それで考え事ってのは？考え事っていうか、ふと思い出してたんです。この間職場の同僚たちにやってもらった送別会のこと。ああ、医療器具メーカーの検品の仕事だったな。覚えててくれてましたか。はい、そうなんです。大勢集まってくれましてね。ただみんな心配そうでした。明日は我が身かもって。どこも景気は良くないからな。ええ、ああほら、前ちょっと話したドジっ子覚えてます？そういやそんな子がいるって言っていたか。ほら見てくださいよ、送別会の時の写真です。その子も来てくれて。この子みやびちゃんって言うんですけど、帰る時俺のために泣いてくれました。優しい子なんだな。あ、ただしその場で恋愛的な感情ではないって、しっかり釘は刺されちまいましたかね。そこは優しくねえな。もともとは秘書もやってたって話で、きっとその気になりゃいい男よりどりみどりですから。いい職場だったんだな。写真からなんとなく伝わってくる。ええ、みんな会社が俺をクビにした理由がわからねえって首をかしげてました。どうも一番の炎上騒ぎと俺の首がつながってるとは思ってないみてえで。まあだから俺も特に何も言わずに起きました。おかげで寂しいながらも楽しく飲めましたよ。だがお前はまだ踏ん切りがついてないようだな。ええ、ああ本当は早く次の職を探さなきゃいけねえんですが、どうにもやる気が出ねえ。一番と足立さんは俺なんかよりよっぽど大事なもんを畳む羽目になってるってのに、あいつらを横目に俺がしょぼくれてるわけにいかんのですが、どうにも。俺の前でしょぼくれりゃいいさ。安心して好きなだけ落ち込んだらいい。どん底まで落ち込めや、あとは上がるだけだ。桐生さんだって病気して大変な時じゃないですか。なのによくそんなに他人に優しくできますね。楽な人生なんてどこにもね。自分の荷物だけが特別重いわけじゃねえさ。大人っすね桐生さんは。俺はまだまだだわ。それより俺は一番や桐生さんには感謝してるんです。ん？何の話だ？仕事なくして手持ち無沙汰になって、それで改めて思い知ったのは、俺がいなくても世界は問題なく普通に回るってことでした。けどそんな俺に一番は力になってくれって言ってくれたんです。そんで桐生さんは俺に助けてもらったって。なんつうか必要とされるって救われます。そうだよな。ならこれからも厄介かけさせてもらうとしようか。ええ、喜んで。Thank you.
よう、やってるな。どうも。ちょうどよかった、キリュウさん。よかったら聞いてほしい話があるんです。どうかしたのか。前の職場にいたミヤビちゃんって子のこと覚えてます？ちょっとドジな子で。ああ、お前の送別会で泣いてくれたって子だよな。あの子がどうかしたのか。ついさっきそのみやびちゃんから電話がかかってきたんです。俺が職場をクビになったことについて、今日会社から職場のみんなに事情説明があったって言うんですよ。ずいぶん今更だが、どんな説明だったんだ？それがですね、過去に起こした俺の不祥事が原因だってんです。過去の不祥事？俺は昔看護師やってた頃に病院の薬を盗んで横流ししたってことになってるんです。二度とそんな真似はしねえと誓うんだ。そうすりゃ聞かなかったことにする。待ってください、まだ説明が終わってませんって。冗談だ。横流ししたことになってるって言ったよな。ってことは実際にはやってないんだろ？なんだよ、もうえぐい冗談だな。ええ、そうです。薬盗んで横流ししたのは別の人間なんですが、それについちゃ俺の中で肩はついてます。俺はその話を検品の仕事に就く前にあらかじめ会社に伝えてました。その上で2年も働かせてくれてたのに、今さらそれを理由に契約を打ち切ったってことになります。ずいぶん妙な話だな。ええ、俺はてっきりネットで炎上した一番のダチだからクビになったんだと思ってました。会社としてはいくらでも替えの利く俺をリスクを冒してまで雇う理由はないわけですし、で会社は俺の元同僚たちにも素直にそう説明すりゃいい。だが会社はそうはしなかった。実は会社がお前をクビにしたのには第三の理由があったのかもな。第三の理由？そもそも春日の動画が炎上したところで、会社がお前をクビにするほどのこととは思えねえ。お前は倉庫で検品する作業員で、客の前に出るわけでもなかったんだろう。ええ、確かにネットで炎上した人のダチがみんな会社をクビになるっていうなら、世の中ろくに働きやしませんね。俺がクビにされた本当の理由か。何か思い当たることはあるか？いや、でもこのままで済ませちゃいけねえって気がします。とっくにクビになってんだし、くだらねえって思われるかもしれませんが。くだらなくなんかねえさ。納得のあるなしじゃ寝つきが違う。ええ、そうなんですよ。このままじゃモヤモヤして寝れやしね。ああ、それでこれからどうする？ちょっと考えてみます。すいません、桐生さんもいろいろ大変なのに。いいさ、こういうのはお互い様だ。そう言ってもらえると気が楽になります。また相談に乗ってもらえますか？一番のやつがいねえと俺はどうにも頼りなくて。話を聞くだけで大したことはできねえがな。
とんでもねえ。話を聞いてもらえるだけでありがたいです。ようナンバー、隣空いてるみたいだな。ええ、もちろんです。例の件、何か進展はあったのか。覚えてくれてましたか。実は俺、例のドジっ子みやびちゃんに誘われて二人で飲んできたんです。よかったな。若い二人に幸あれと願っておくよ。残念ながらそういう話じゃないんです。じゃあ首の件について何か話があったってことか。彼女からは気になる話があるって誘われたんです。何でも俺が会社を首にされた理由に思い当たる節があるって。ほう。彼女ね、実はもともとお偉いさんの秘書だったんです。それが会社の事例で急に検品作業の現場に回されて慣れない仕事を強いられたそうでして、だからだったんですね。俺のいる現場に回された時には失敗続きでドジっ子扱いになっちまってた。お前だけじゃなく彼女も会社に振り回されてたってことか。ええ。そんでここからがさらに重要なんですが、俺の首も彼女の移動も同じ人間が絡んでたんです。この件の黒幕ってことか。ちょいと大げさですけどそういうことです。そいつはみやびちゃんが秘書についてたある重役だったんです。ほら見てくださいよ、これ会社のホームページに顔が出るほど偉いやつで、こいつが相当のセクハラ野郎で秘書だったみやびちゃんに愛人になるよう迫ってた。でも彼女はなびかない。で会社にその役員からセクハラを受けていると訴えたそうです。毅然としてるじゃねえか。ねえ、全くその通りで、その後会社はセクハラ役員を処分しました。でもそれは減俸数ヶ月とか申し訳程度の罰でしかなかった。ここから役員の仕返しが始まるんです。どういうことだ。間もなくみやびちゃんは秘書の仕事を取り上げられて例の検品作業に異動を命じられたんです。表向きは会社を取り巻く景気や情勢に合わせた通常の人事異動というふうに説明されました。そして俺のいた現場へ回されてきたわけですが、もちろん野郎の報復人事だったに決まってます。表面上役員のセクハラにはもう処分が下ってる。彼女としてもこれ以上は声を上げづらいのか。ええ。でセクハラ役員はみやびちゃんが検品の現場に来てからもちょくちょく彼女のことを覗きに来てたそうです。そんである時、俺が彼女に優しくしてもらってるのを目撃したみたいで、その役員相当嫉妬深いやつらしくて、それだけのことで俺を追い出すことにしたってんです。これが会社が俺をクビにした本当の理由。この間桐生さんが言ってた第三の理由だったんです。仇の会社も結構ドロドロしてやがんな。そんな裏があったとは。それでそのセクハラ役員ってやつはお前がクビになった後はどうしてるんだ。実はですね、案の定というかなんというか、最近またみやびちゃんにつきまといだしたそうです。
随分とやりたい放題だな。まったくその通りで。それでお前はこの話を聞いてどうするつもりだ。桐生さんはどう思います？この後俺はどうするべきなんすかね。そうだな、まずは彼女をデートに誘え。なんでそうなるんですか？前は彼女が誘ってくれたんだろう。ならこっちからも誘うのがたしなみってもんだ。いや、さっき言ったじゃないですか、彼女そういう目的で俺と会ったんじゃないんですって。わかってるよ、冗談だ。はあ、びっくりした。急に何言い出すのかと思いましたって。まあでも桐生さんに話したら少し自分の頭の中が整理できた気がします。そうか、役に立てたんなら何よりだ。いつも話聞いてもらって感謝してますよ。やっぱり持つべきは飲み友達ですね。ならそろそろ酒で乾杯したいな。それはおいおいってことで。よう、ソンヒ。キリュウさん、あなたも飲みに来たのか。酒は百薬の長だからね。変な言い訳はしなくていい。何を飲もうがあなたの勝手だ。口を出す気はない。助かる。隣いいか。うん。あの桐生一馬がふらりと来て隣で飲むなんてな、なんだかおかしな感覚だね。そんな大層なもんじゃねえ。白髪混じりのただの中年だ。それに引き換えあんた小見汁に加えてハンピン龍馬のトップでもある。どれだけの部下の人生を背負ってるか、相当なプレッシャーだろう。持ち上げすぎだよ。俺はその重荷を放り出したからな。ああ、あのことか。あなたは東条会の4代目を襲名して直後に引退したんだったな。もう20年くらい前か。もしあの時桐生さんが会長を続けていたら東条会はどうなってたかな。どうだろうな。いずれ東条会は解散してたろう。時代の流れだ。俺一人でその流れがどうこう変わることはきっとなかった。むしろ俺がトップじゃ東条会の解散は早まったかもな。上に立つ器じゃなかったんだ。
器か。あなたは群れるのが性に合わなかっただけでは。はっきり言うな。いや、ブレをするつもりはなかった。大丈夫だ、そんな風に思っちゃいない。バッサリ言われるのは少し新鮮でよかった。さすがは大組織のトップだな。裏社会なりの掟と秩序が保たれている限り特にやることはないさ。不心得者が現れた時だけ睨みを聞かせればそれで十分。トップの役割といったらそれくらいだ。楽な仕事だろ。あんたは人に弱みを見せないんだな。重責を負った上でそうやって涼しい顔でいられるのは大したもんだ。よくそう言われるが本当に苦じゃないんだよ。私は今の仕事や立場を楽しんでいる。もちろん最初は試練もあったがね。リーダーシップを身につけるのに訓練はいらなかった。適材適所ってやつか。コミジュルもハンピン・リューマンもあんたがトップで恵まれたな。あなたにそう言ってもらえるのは光栄だよ。まだ時間はあんのか。キリュウさんがまだ飲むというのに私から切り上げたりはしない。当然行けるとこまで行くさ。いつもそんな調子で酒を飲むのか。あんたの部下になったら大変そうだ。裏社会もパワハラに気を使うご時世さ。部下にそんな無茶はさせないよ。恐怖による支配力を否定するつもりはないが、それだけじゃ長続きはしないからね。なるほどな。つくづくあんたはトップに立つのが向いてるみたいだ。そういやコミジュルってのは今も町中を監視してんのか。そこから吸い上げるあらゆる情報がコミジュルの力の源だったよな。ああ、ただ私が全てを把握してるわけじゃない。必要な情報だけ腹心が私に上げてくるルールだ。腹心？反順義か。ああ、非常に優秀だし私へ変わらぬ忠誠を誓ってくれている。私にとってまさに右腕だよ。陰銀無礼なところがたまに傷だがね。とはいえもちろん他にも腹心と言える部下はいる。私の父親世代の連中なんかもね。父親世代となると俺と大して変わらねえ年か。そうだね。組織で最古参の良きおじさんたちだ。彼らからはお小言をもらうことも多い。あんたにも怖いものがあったか。コミジュルの前は人言派にいた人たちだからね。若き日には全盛期の登場会としのぎを削り合った。おそらくキリュウさんが名を馳せるより少し前の時代だろう。私は彼らからあなたの武勇伝も聞かされたものでね。それが今隣にいるのだから、その緊張するというか。ん？なんだって？いや、なんでもない。忘れてくれ。かつての人言派たちか。なら俺があんたといるのを不快に思わなきゃいいが。それは確かにどうなんだろうな。だがもしそういう気持ちがあっても私が抑えるよ。安心していい。あのおじさんたちも私の言うことには逆らわん。俺のために無理はしないで。組織のトップとしてあんたは部下たちの気持ちを優先すべきだろう。ふん、水臭いな。本当に大丈夫だよ。もう少し私のリーダーシップを信じてもらいたいね。そうか、ありがとうな、ソンヒ。
そばにいてくれて心強く思ってる。ああ、最近の偉人町は平和すぎてね。ずっと物足りないと思っていたところだ。あなたがこの町に現れたことで何か面白くなりそうな気がしている。おいおい、何か物騒な期待をしちゃいねえか。そんなことはないさ。いいかな、桐生さん。改めてこの町に来たことを歓迎させてもらうよ。ああ、偉人町へようこそ、桐生一馬。乾杯。乾杯。楽しいひとときだったようですね、孫一さん。マスターの目にはそう見えたか。ええ。ここだけの話、実はずっと緊張していた。相手は堂島の竜で、まさに伝説の存在。裏社会では私よりもずっと格上だからね。偉人町を代表して粗相はできないんだ。私は桐生さんに変なことを言ったりしてなかったか。私が聞いていた限り大丈夫だったようです。そうか、マスターがそう言ってくれるなら安心だな。そうですか。あの桐生一馬とサシで酒を飲んでるなんてな。だがちゃんとやれてるぞ私。よう、隣空いてるか、孫妃。え、あ、ああ、もちろん、見ての通りだ。どうかしたか？なんだか浮かねえ顔してんな。いや、なんてことないんだ。キルさんは気にしなくていい。わかった。じゃあ、そのなんてことないことを話したくなるまで、気長に待たせてもらうさ。そう来るか。まったく叶わんな。なるほど。じゃあ幹部の良きおじさんたちがあんたの目を盗んで不穏な動きを。ああ、最近特にコミジュルの若手たちから苦情というか困っていると声が上がってる。おじさんたちは私の前では従順なんだがな、何かあるとすぐ若い者に当たり散らすらしい。まったく、何か私に異論があるなら面と向かって言えばいいものを。自分より経験や年が上だったりする部下は取り扱いが難しいな。コミジュルの女王も人知れず苦労してるわけか。たあいもない話だし、これは私だけの問題だ。桐生さんが気にするような話じゃない。その幹部たちは俺と年代も近い連中だったろ。何か力になれるかもしれない。よしてくれ。これ以上身内の恥をさらすようなことはしない。
俺たちはもう仲間だ。水臭いんじゃねえのか。いつまで客人扱いする気でいるんだ。私がこの町の顔役である限りはずっとだよ。あなたが私を仲間と呼んでくれるのはありがたいがね。いや、ありがたいどころではないな。はっきり言って天にも昇るような。ん？なんだって？最後の方がよく聞き取れなかった。なんでもない。とにかく気持ちだけいただいておくということだ。客人であると同時に桐生さんは病人でもある。まずは自分のことに専念するんだね。耳が痛いな。以前はこの偉人町で3つの組織が目を光らせていた。コミジュル、ハンピン・リューマン、清流会だ。表向きは三組の構想を重ねながら、実は外部勢力が入らないよう守りを固めていた。その頃に比べると最近の偉人町は平和が続いた反動で少し緩んでいるのかもな。それは私にもどうしようもない。しかしそこを桐生さんに心配されるのは私のメンツに関わるんだ。分かったよ。そうまで言われちゃこれ以上口出しできないな。なんだか絡み酒になってしまった。すまない、こんなつもりじゃなかったんだが。いや、いいさ。うん。私の立場でこんなこと言ったら僭越でしょうが。ん？私は以前より今の偉人町の方が好きですよ。コミジュルの方々もだいぶ社交的になりましたしね。ああ、そうだな。組織の全員ではないが、町の住人に挨拶をする者も出てきたらしい。コミジュルといや、まず表には出ない秘密組織ってイメージだったもんだがな。東上会も近江連合もない今、近場に敵対組織はない。束の間かもしれないが、平和を楽しんでいるんだ。なるほどな。ありがとうマスター。私も今の偉人町は嫌いじゃない。そうそう、以前ここに通ってくれていたコミジュルの方がこんなものを私にくれましてね。これはうちのメンバーが被っている仮面だな。韓国の伝統芸能で使うのをコピーしたんだ。どうしても必要な汚れ仕事をやるときはそいつで顔を隠していた。ええ。ですが、これの持ち主はもう長いこと仮面をかぶってなかったそうです。その後結婚することになり、この町に根を下ろすべく組織からは円満に足を洗わせてもらったと。この仮面はこれから仇になるということで店に置いていってくれたんです。確かに大きく様変わりしているようだな、コミジュルは。いや、だからといって部外者にその仮面を渡すとはな。けしからん。少し引き締めた方がいいのだろうか。多めに見てやってもいいんじゃないか。結婚するその部下へのご祝儀代わりに。まあ、あなたがそう言うなら特別だ。今は桐生さんと飲む時間を優先しよう。ほっとしました。危うく私の告げ口で大変なことになるところでしたね。やはり桐生さんと飲む酒はうまいな。それは俺もだ。俺は死んだ身だからな。またこんな風に飲めるなんて思わなかった。だからこそこの一杯一杯がうまく感じる。一緒に飲める友人がいればこそだ。友人？私のことはそう呼んでくれるのか。ああ、俺の一人相撲でなきゃいいがな。まさか。光栄だね。
よう、ソンヒ。俺も一緒にいいか。もちろん構わないんだが、キリュウさん、体調の方は？大丈夫だ。これでも量は制限している。気を使わせちまってんな。いつも俺たちとつるんでくれているが、組織の方はいいのか？部下に任せっきりで。ああ、私がわざわざ動くような事態はほとんどない。何か必要があれば連絡が来る手はずになっている。だからキリュウさんは私に気を使わないで。電話鳴ってるぜ。そうだな、鳴らせておくさ。今はせっかくキリュウさんと飲んでいるんだけどな。見ての通りだ。もし重要な案件ならきっとまたすぐかけ直してくる。かかってきたぞ。ふん、キリュウさんと飲んでいることより重要な用事なんてないさ。そう言ってくれるのはありがてえが、かえって落ち着かねえ。これで静かに飲めるな。さあ、気を取り直して飲もうじゃないか。ソンヒ、電話かけ直した方がいいんじゃねえか？私がすぐにどうこうせずとも、部下たちで何とかするさ。そうするよう日頃鍛えてもある。あんたがそう言うなら、これ以上俺がとやかく言うことはねえ。仕方あるまい。ちょっと失礼するよ、キュリューさん。ああ、もちろんだ。なんだ、重要な要件なんだろうな。ああ、わかったよ。じゃ。どうした？何の用だったんだ？いいんだ、大したことじゃない。ただちょっとトラブルがあってね。部下がわざわざ何度も電話してきたのに、ちょっとしたんなのか？コミジュルの縄張りで火事が起きているらしい。何？大丈夫、ぼやで済みそうって話だ。ただ放火の可能性があるとのことだった。ハンピン・リューマンの男たちが不審にうろついていたらしい。ハンピン・リューマン？今はコミジュルと一緒にあんたがまとめているんじゃなかったのか？ああ、だから詳細を今調べさせている。キルさんは気にしないで大丈夫だ。さ、この話はもういいだろ。あんたは今俺と飲むよりやることがある。遠慮しなくていい。部下の元へ行ってやれ。いや、しかし俺はもう今日は十分に酔った。これ以上飲むとまた難波のやつに叱られる。少しでも顔を見せに行ってやってくれ。俺よりも今はコミジュルがあんたを必要としている。わかった。あなたも一度言い出したら聞かないな。今日はここで失礼するよ。ああ、何、また今度のもあんたさえよければな。願ってもない話だ。じゃ。大変だな、トップに立つ人間ってのは。大吾もあんな苦労してたんだろうな。
ソンヒ、この前のボヤ騒ぎはどうなった？ハンピン・リューマンがコミジュルの縄張りに放火したって話。ああ、気にかけてくれていたのか。ただ、その件についてはあまり話したくないんだよ。偉人町の内輪揉めだし、私がリーダーとして解決すべき問題だ。キルさんは気にしないでくれ。逆だ。そういう時はな、一人で抱え込まない方がいいんだ。話してみてくれ。あんたにとって対等の立場で飲める相手は少ないんだろう。いや、そうは言ったが、くそ、参ったね。あまりあなたの前で醜態を晒したくないのに。なるほどな。放火はあったが、犯人の目撃情報はなかったと。ああ、分かってるのは、何者かがコミジルの縄張りと承知の上で火を放ったという事実のみだ。そうなると不思議だな。何がだ？確か火をつけたのはハンピン・リューマンだったって、はっきり部下から報告をされたんだろう。目撃情報がないのに、なんでその報告はハンピン・リューマンを名指しできたんだ？さすが気づいたか。結果から言えば、ハンピン・リューマンは濡れ衣だ。放火の犯人を示す証拠はない。情報はデマだった。だが、そのデマが何のふるいにもかけられず、私の前に挙げられてきた。問題はそこなんだ。どういうことだ？デマの発生源がコミジュル内部だったということだよ。それも組織の上層部の中だ。じゃあコミジュルの幹部に、あんたへ嘘の報告をした人間がいるってわけか。ああ、そいつはおそらく自分の手下どもに放火させ、ハンピン・リューマンに濡れ衣を着せるデマを流したんだろう。それはコミジュルとハンピン・リューマンの分断を煽る裏切り行為だ。当然見過ごすことはできん。そうだな。下手すりゃ組織同士の抗争が起きてもおかしくない。ああ、実はコミジュルとハンピン・リューマンの馴れ合いを不満に思っている者が未だに一定数いるんだ。彼らを煽って分断と対立を深めれば、両組織をまとめている私を糾弾することができる。裏切り者の最終目標はそこにある。私を追放してコミジルを乗っ取ることだ。そこまで分かってんのか。じゃあもしかしてその裏切り者の正体も？ああ、デマの流し方がお粗末だったものでね。裏切り者の正体はコミジルのサイコさん幹部、名前はソ・ハンチョルという。その男がソ・ハンチョルか。以前あなたにも話した良きおじさんたちの一人だ。もうすぐ隠居してもおかしくない年なのにな。最後に一旗あげる気になったと見える。あんたのことを裏切ってか？サイコさんって言うんなら付き合いも長かったんだろう。辛いな。俺に事情を話しづらかったのもわかる。それでも最後まで話す羽目になってしまった。あなたにはかなわないよ、キリュウさん。話して少しでも気が楽になったんならいいんだがな。あなたにみっともないところを見せたくなかった。それがここまで打ち明けることになるとはな。ソ・ハンチョルは何か組織に不満を抱えていたのか？理由もなくクーデターなんて起こさねえはずだ。特別思い当たる節はないね。強いて言えば、私が女で
若いからかもしれんな。百戦錬磨のフルつわものとしてはこんな私の下で終わりたくないということか。まさにおじさんの考えだな。いくつかのルートから同じ報告が来ていてね。ソハンチョルは密かに反逆の同士に声をかけている。いわく孫悲は女にしては上出来だが弱腰すぎる。組織をまとめるのにもっとふさわしい者がいる。そんなヨタを吹いて回ってんのか。私がその気になれば偉人町の動きは全て筒抜けだ。ソハンチョルはもう現代の情報戦についていけてない。だがその一方、過去の英雄としては人望がある。かくいう私も彼らの武勇伝を聞いて育った世代だ。東条界の全盛期に死闘を演じた猛者なんでね。敵に回すことになるとは想定もしていなかった。高いプライドを捨てきれず時代から取り残された過去の遺物さ。まったく、もういい年なのに無茶をする。あ、一応言っとくと、ソハンチョルは桐生さんよりもっとだいぶ年上だからな。ふん、取ってつけたように言いやがる。そんなことより、あんたはそのソハンチョルをどうするつもりなんだ。組織のリーダーとして裏切り者をどう扱う。ふん、こうなるから桐生さんに話したくなかったんだ。あいにくまだ決めかねているんだよ。たっぷり好きなだけ迷え、俺も付き合う。ありがたいよ。どうせならもっと色気のある悩み相談ならよかった。裏切り者への処置ってのはちょっと色気が足りないな。ありがとう桐生さん。迷いを人に話すとすっきりするんだな。ああ、そういうもんだし。とはいえあなたには他にやることがあるだろう。そちらの抱える問題は私のより差し迫っている。私はあなたの手を煩わせたくはない。だから。だから？ここからはもっとくだらない話をして飲まないか。そうだな。それが一番贅沢な飲み方ってもんだ。やはりあなたはよくわかってる。消えてくれない？やってやろうぜ。やるか。さっさと来い。ほら、はい。脇が甘いな。しつけの時間。頑張りますか。狙う。俺の番か。いらっしゃいませ。
大事に使わねえと罰が当たりますね。うん、これだな。よし、取れたぜ。体調万全だぜ。無事に帰れると思うよ。楽しみにもらうよ。やるか。やったろうぜ。おれおれ。相手してやる。気をつけんなよ。仕留める。そこだ。頑張りますか。行くぜ。来ない。カバンはおしまいだ。私の番。どうした。やるのかよ。かかってきなよ。なめんなよ。私の番。私も狙うか。いいだけよ、俺の活躍。お、それじゃあラーメンがいいな。そばを食べるか。キリュウさんは。え、そばだよな。ラーメンだな。なんだと。バターが乗った熱々の味噌ラーメン、溶けてコクが出たスープ、それに絡む太麺とチャーシューを。こっくり。よし、
ラーメン屋へ行こう。切り替え早。桐生さん。ん？そうか？俺もそういうこと言えるようにな。麺とスープの IT 革命だみたいな。何を言うかもそうだけど。どういう意味だよ。ナンバドンマイ。いつでも行けるよ。私の番。かかってこんか。さらさら死んじゃうよ。さらさら死んじゃうよ。態度でかい。止める。脳みそかあるなと。うわっ。はっ。出番が来たな。どこ見てんの。見さらせ。俺の番か。私の番。見せてあげる。強くなれそうだ。私の番です。
容赦しない。ふっ、惜しかったね。やりたい、どんなもんや。